の間にしばらく沈黙が流れた。強烈は立ち上がって窓辺に近づいた。依然として暗闇に包まれ、台独科学技術高校の看板だけが明るく輝いていた。じゃあ、あの学校の財団の理事長は相変わらずそのバーテルという作者ですか？そうです。財団が設立されたのが1963年で、学校ができたのが1965年ですから、今まで17年近くその人一人で理事長を務めているわけです。半はドイツで、残りは韓国で生活すると聞いています。彼の妻はどうなりましたか？ドイツに戻ったそうです。彼女はバーテルが教会の資金を横領した後、しばらくバーテルと頻繁にトラブルに巻き込まれたそうです。バテルに対する評判はどうですか？世知辛いこの地の人材養成のために献身的な努力を傾けた真の教育者、バーテルにいつもついて回る就職後です。シュワルツ神父様に対する裏切り行為さえなければ、私もそう信じていたはずです。やり方は間違っていますが、その後立派な教育者に生まれ変わり、多くの人材を育てているのなら、それは何よりですね。そうですね。そうね。若い司祭は物思いにふけったカン・リプは彼の次の言葉を待ったが、若い司祭はなかなか口を開く気配がなかった。強烈は疑問に耐えられず質問を投げかけた。何か釈然としないところがあるようですね。そうですね。何とも言い難いのですが、あの学校は普通の学校と違うところがあります。そりゃそんなこともあるでしょう。外国人が理事長を務める学校であるだけに、その運営方式や教育方式も格別と言えるでしょう。カン・リプは自分の言葉が不要なものと知りながら、対話の輪をつなぎ続けるために言葉を吐いた。それだけではありません。シュバルツ神父様を助けるために、私が個人的に調査してみたことがありますが、あの学校の卒業生の中で行方がわからなくなった人が何人かいるという事実を知りました。彼らは皆優秀な学生でした。バーテル財団の支援でドイツや日本、フランスなどへ留学に出かけたことになっていますが、それ以来彼らは姿を消してしまったのです。それは不思議なことです。もう少し掘り出せば何か釣れると思ったけど、ヒュー。若い司祭は激高した感情を鎮めるかのように深呼吸をした。彼は聖職者にふさわしくない性質を持っているようだった。しかし、カン・リプにはむしろ彼のそういう面がより身近に感じられた。何を言えますか？私はもう出発の身なんです。遠くに行かれるんですか？はい、ベトナムに行くつもりです。そこで神様の歴史を伝え、苦しい境遇に置かれている人々を助けなければなりません。でも、まだあそこは入国が不可能ですよ。第三国を通じて、国際宣教団の一員として参加することになります。できれば、そこに骨を埋めるつもりです。立派です。信仰心以外には不可能なことです。私に信仰があるのかはわかりません。私がたとえ司祭職についているとしても、もしかしたら私は私に似合わない服を着ているかもしれません。やはり神父様は人と違う特別な人だなと思いましたね。何時しか夜が明けていた教育を担当する修道院側の司祭が廊下を歩き回って起床を知らせる鐘を鳴らした。若い司祭は強烈に手を差し伸べて握手を求めた。強烈がその手を握り合った。